はい、こんにちは。今回はですね、那須大輔チャンネルに出演させていただいた時にこちらのシャツが映りまして、それを見た視聴者の方から、元 SC 今治だったんですねと結構反響いただいて、ツイッターとかでもこうメッセージくれて、結構 SC 今治について知りたい方いるのかなと思ったので、今回は自分が SC 今治にいた時のことをお話ししていきたいと思います。で、まず SC 今治というチームなんですけれども、今シーズンから J3 を戦います。 J3 というのは J1、J2、J3 と、日本で上から3つ目のカテゴリーにあたります。で、あとはですね、元日本代表監督の岡田武史さんが社長になったこととかでも有名になりました。僕がいたのはそれよりもっと前の話で、2012年、2013年の2年間になります。まあ、その時の主な成績で言いますと、四国リーグ2連覇、天皇杯サンフレッチェ広島に勝利しました。まあ、その時のジャイアントキリングを結構メディアで報道してもらいまして、まあ、サッカー関係者の中では少し有名になったかなと思います。僕個人の成績なんですけれども、僕は右サイドアタッカーをやっていました。2012シーズン四国リーグ10試合出場3得点、天皇杯2試合出場0得点、2013シーズン9試合出場1得点、天皇杯1試合出場0得点と、まあ他にもいろいろ大会とかはあったんですけれども、主な個人成績はこんな感じです。で、この成績からも分かるように、僕はバリバリレギュラーの主力選手ではなく、ベンチスタートが多い、残り15分、まあ短ければ5分とかの出場機会を与えられるような選手でした。ただまあ、出場機会短かったんですけれども、良かったことは一つだけありまして、目の前でレベルの高い試合を、まあ、いつも毎週毎週見ることができて、とてもサッカーの勉強をさせていただけました。まあ、それによって結構サッカーに対する理解が深まって、戦術とかが見えてくるようになって、まあ、どうすれば攻略できるかとか、どうすればうまくいくっていうのが自分の中で、理解できるようになりました。まあ、ただこれが実際プレーに移せるかっていうと、まあ別の話で、まあそこはうまくいかなくて、自分より上手い選手たくさんいたので、そこは難しかったところなんですけれども、まあ今はマリノスの試合の解説とかで、そこで学んだ経験を生かしています。で、今回はその SC 周りに所属していた時の3つの出来事を話していきたいと思います。まあ、まず一番大きかったところで、天皇杯サンフレッチェ広島に勝利した試合なんですけれども、まあ個人的に言いますと、この試合が2回戦だったんですけれども、1回戦僕ベンチ外になりまして、ベンチ外っていうのは試合に出れないんです。ベンチに入れなくて途中出場もできないっていう状況だったんですね。で、まあそこで勝って、翌週試合がありますと。ただまあ自分の気持ちとしては、もうその前の試合出れてない、ベンチにも入れてないのに、この試合ベンチに入って自分は出れるのかと、まあ、そういう不安もありながらの準備期間になったのをすごく覚えています。で、まあ実際は1回戦から2回戦でベンチの枠が広がるので、ベンチには入れました。まあ出場機会も与えてもらうんですけれども、試合がですね、開始3分で SC 今治が先制します。で、こうハーフタイムになって、いつも先発している自分が上手いなと思っている選手たちがベンチに引き上げてくるんですけれども、その時の表情がもうクタクタで、いつもリーグ戦90分戦ってもこんな表情してるの見たことないなってぐらい、本当に疲労が顔に出てまして、まあ、公式戦サンフレッチェ広島の猛攻をしのぎ続けるってこういうことなんだなと、もし自分が出場機会与えてもらったら、みんなの分まで死ぬほど走ろうって思って、まあ後半69分残り20分で出場機会与えてもらいます。で、こうみんなの分まで走ろうって言い込んでいたんですけれども、その5分後ですね、広島の清水選手のドリブル止めようとディフェンス行ったんですけれども、あっさりかわされてしまって、まあ、気がついた時には手をかけて引き倒しちゃって、イエローカードをもらってしまいました。で、しかもそのフリーキックから失点してしまって、失点の原因を作ってしまって、もう本当に罪悪感、あと一歩でサンフレッチェ広島に勝てたのにと思って、もう罪悪感、自分の力でゴールできるかと思ってサンフレッチェ広島のディフェンスライン見たんですけれども、ディフェンスライン3バックが森脇選手、塩谷選手、千葉選手、いや崩せないなと、自分の力で絶対無理だと思って、もう本当にそっからはもうあんまり記憶がないぐらいにパニックだったのを覚えています。まあ、結果は、残り3分のところで味方選手がスーパーボレー決めてくれて勝利できたんですけれども、その試合終了のホイッスルが鳴った時も何の笛が鳴ったか理解できなくて、なんだろう、ファールかなと思って、またフリーキックはな、嫌だなと思って、まあ接触とかなんもないんですけど、それぐらいパニックでして、
でこう周り見てたらなんか味方が喜んでいる、味方選手が喜んでたので、あ勝ったんだと思ってその喜びの中に、喜びの輪の中に入れてもらうと、まあ、そんな感じだったのをすごく覚えています。実はまあその試合が9月だったんですけれども、その4月に練習試合をさせてもらった時に確か7-1とか8-1でボコボコにされていて、もうサンフレッチェ広島の強さっていうのはもう痛いほど知っていて、まあ、そこに勝てたということですっごく印象に残っています。でその年サンフレッチェ広島は J1 を優勝しています。まあ、なので、まあ、本当にそれぐらいいい状態だったチームと戦えて勝利できたというところで、まあ自分の失敗も含めてすごい思い出に残っています。あとはですね、こうやってベンチからの出場が多かったんですけれども、ある日途中出場で得点することができまして、まあ、調子を上げていたんですね。でその時に自分のポジションの先輩が怪我をしてしまって、まあ、リーグ戦初スタメンで監督から個人的に呼ばれて、とにかく裏に走れと、スピード生かして裏に走れ、でクロスを上げろ、前半だけでいいと。まあ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 、期待してる選手にかける言葉ではないことはまあ分かったんですけど、自分の実力も痛いほど分かっていたので、その状況とその言葉に違和感はなく、まあ自分のできる仕事を前半走り切ろうと、クロス1本でもいいの上げて終わろうって思ってたんですけれども、いいアシストもあり得点できました。先制点取れました。でその先制点を取った時の、味方の喜び方がもう本当に、あその先制点を取った時の写真なんですけれども、もういろんな人が、チームメイトいろんな人がすっごい喜んでくれまして、ちなみにこの潰れてるのは僕ですね。こうやって飛びついてきてくれて、なんか後ろから蹴ってる人もいて、まあこの写真以外のところでもすごい祝福、飛びついてきてくれた先輩すごいたくさんいまして、そのいつもあの練習からも迷惑ばっかかけていたのに、こんなに自分のゴールで喜んでくれるんだと思って本当に嬉しかったのを覚えています。前半、まあ、このゴール決めて、あとはまあ走り続けて、まあ、ハーフタイムベンチに戻ってテントの中で、はあ、やっと自分の役目終わったと思って、クロスって言われてたけど点取れてチームにちょっと貢献できてよかったと思って、疲労マックスだったのでもうテントの中に寝てたんですけれども、そしたらあの監督から後半も行くぞと言っていただきまして、まあ、選手としては出場機会をさらに与えてもらったのですっごく嬉しかったんですけれども、まあ、実際のところ体力がもう本当に残ってなくて後半出てすぐ交代になりました。まあそこからあの何試合かあの連続ゴールが続きまして、まあ、スタメンも連続ですることができて、かなり自分のレベルアップができた期間だと思っています。まあ、ただ夏の暑い日に頑張りきれなくて点も取れなかった時に、まあ、交代ですね。そこからまたベンチ生活が始まってしまうんですけれども、まあ、いろんな意味でそのリーグ戦初ゴールというのは自分の中で大きく心に残っています。あともう一つ、まあ、2シーズン目なんですけれども、ここはまた新加入の選手とかいまして、でまたそうなってくると自分の立場が難しくなってくるわけです。ベンチメンバーだと、まあ、ベンチ外になってしまったりとかありまして、まあそこで難しい時間過ごしたんですけど、まあなんとかベンチに戻れまして、まあ、レギュラーはつかめなくてベンチでまあ途中出場できる立ち位置まで戻りまして、四国リーグ全勝優勝まで残り2試合というところまで順調に勝ち進んでいったんですけれども、前半の早い時間で1人退場してしまって、0対0で難しい時間がずっと続いて、行くぞと、残り多分5分ぐらいだったと思うんですけど行くぞと言ってもらって、まあそのまんまゴール決めて全勝優勝に望みをつないだという、あのゴールもとても印象に残ってます。で結果最終節引き分けて全勝優勝を逃しましたと。まあこんな感じで3つ FC 今治にいた時のエピソード簡単に話したんですけれども、もしもうちょっと反響があればもうちょっと細かいことも話していこうかなと思ってます。それでは最後まで見てくれてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。